仕方じゃない。はい、はい、待ってますよ。はい、待ってますけど、なんか福岡から一人来たけど。こんばんは。はい、始まりました。大丈夫、なんか資金大丈夫。はいはい、はい、クソレストランの収録をさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ですね、聞いていただいてる方も聞いていただいてない方もおられると思います。ちゃんと喋ってください。私がオーナーシェフの堀江でございます。よろしくお願いします。そして店長のゆうじです。いや、店長のゆうじなんか洗ってる。店長のゆうじなんか洗ってる。はい、そして、はい、アルバイトの若林直子です。はい、お願いします。アルバイトの真ん中で一番ね、はい、一番いい感じに。はい、センター、さっきも言いましたけども、聞いていただいてる方も聞いていただいてない方もどんだけ聞いてもらってるんでしょうね。なんかね、調べたらやめた方がいい。聞かん方がいいんじゃん。はい、はい、はいって言ってもらいましたよ。はい、空想レストランと言いましてスルーされましたよ。普段はこの3人が堀江が作ったものを食べながらなんやかんやと喋ってるのを、聞いていただくという配信、YouTube で配信させていただいているラジオ番組なんですけれども、はい、聞いていただいたことがある方、お前は手挙げねえ。びっくりする、はい、ほんまに2人やな。やめる、やめようか。はい、残念なお知らせみたいになってる。だいたいそんなことやろなと思うんだけど、はい、普段は何か作って食べてということがあるんですけれども、今日は作りません。だって散々作ったから。俺まだでも食べてへんの。いやいやいや、食べてへんの。お腹減った。いやいや、だから参加すんなっちゅうの。なんかいろんなとこから参加してはりますけど、今日人数多いですよね。いや、なんかね、レギュラー以外の人数がかなり多いですけど、はいはい、今日がシーズン3の、10回目、最後の回なんですけれども、若林さん、なんかシーズン3で思い出があるみたいなんですけども、お兄さん、寝るの？何が？もうだいぶ飲んでんねん、オーナー、寝るの？うん、だいぶ眠たいねんわ。はい、若林さん、何か思い出があれば。なんか思い出？うん、あるらしいやん。思い出あるやん、若林直子の思い出のコーナー。どんな思い出が？豚バラを、うん、何これ何だ、何ちゃんと貼って。豚バラを食べました、はい、いや豚バラの貝やったからな全部。はい、うん、豚バラを食べる、シーズン3は豚バラを食べるっていうテーマ。7割ぐらいにしたらキョトーンってしてる。大丈夫かな。7割というかもうほぼそれじゃなくても今2名しか聞いてんのに、そこから広げていこうって思ってるのに、キョトーンとさせてどうすんの。私にそういう回答を求めること自体がちょっと何ちょっと待って、間違っていると思うので、ちょっと待って、しゃべりのスキルを上げていくんやろ。はい、はい、上げていって。若林直子の今おまけのコーナーっていうことしたら、あかんよ。ちょ、何のコーナーですか、私の。もう分からへん。もう今日なんかちょっと分からないんですけど、いつもと流れが違うから説明して。いつもどんなことしてるの。いつもは、いつもは、堀江さんが作ってくださったご飯を食べる。はい、だけか。だけか。だけ。あ、間違ってますか、私。いや、もう間違ってはないけど、なんで切れてんのかも分からない。追ってます、追ってます。なんで俺が切れられてんのかも分からない。間違ってますか。お客さんの前でやっても、うちらあんま聞いてもらえへんねんな。面白いな、うん、そこそこみんな自由演技になってる。そうな、なんやったらみんなどっちかだとこっち向いてるはずやのに、なんか、ね、みんな希望それぞれの、ね、シーンとはしてるけど、なんか違うとか。ありがとう。洗い物来た。洗い物来たけどね。はいはい、それってすごいですよね、ある意味。何がやっぱりうちら多分嫌われてるんやろな。嫌われてんのか、うん、いやいや、だからあんまり聞いてもらってないって。やっぱ嫌われてるし、聞いてもらってない。多分そういうことやと思う。なんかほんでものすごいいいタイミングでお客さんがこう、そうやね、来るね。そうやね、もう収録始めますよって言うてからお客さんが増えるっていうね。こんばんは。こんばんは。いや、こんばんはじゃねえよ。
はい、これ、あ、別にあの、お客さん喋ってもっててもええんやろ、これ。まあ、ええんや、はい、ええんやけど、うん、こっちはこっちで喋らんとあかんよ。そう、こ喋ってやっちゃう。お客さんの話を取る会じゃないから、ね、そう。そうか、私たちの話を取る会。そうそう。まあまあ、もう変な話もいいよ。誰も聞いてなくてもな。いやいや、うるさいわ。お腹減った言われてます。うるさいわ。何食べたん？豚バラ何食べたん？振り返って。今日って何？ありがとうございます。ありがとうございます。今日って何？今日豚バラ食べたん？え、私さっきなんか水菜と。あ、水菜と豚バラ、ね、はい、食べました。はい、食べてた。うん、いや今日じゃなくて、うん、このシーズン3、これからいや違う、シーズン3何食べたんって。シーズン3振り返ってみてって10回目なんやから。パスタ。パスタ。うん、パスタの前は？これパスタ一回寝ちゃうよ。ちょっと待ってください。若林メモ見なあかんのか。覚えてへんのか。待って。ね。お寿司ちゃんの。お茶漬けも。事故。放送事故。喋って。喋って。助けて。待って。助けて。あ、豚バラと春菊のパスタ。はい。違う、だからその前や。違う、その前。3の1。まだありました？あるよ。それ今3の2って書いててんか。あ、トマトの入ったすき焼き。あ、美味しかったんですよ。これめっちゃ美味しかった。そう。美味しかった。めっちゃ美味しかったんやけど忘れてたんや。そう。で、はい、次、はい、豚バラと大根。はい。炊いてあったやつね。はい。ご飯が進みましたね。進みました。だいぶご飯食べた。で、豚バラと大根。待てー。話の面白いところとしては、パスタのところで。あ、忘れてた。一回。はい、失敗しはったんですね。何がやねん。俺は失敗せえへん。失敗しはりましたよ。まあ、聞いてもらったら分かりますけどね。あ、聞いていただいたら分かりますけどね。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すごいな、収録始めた途端お客さんがいっぱい来んな。引き寄せ、引き寄せ、引き寄せ。お客さんは引き寄せてるけども聞いてもらってない感はどんどん増していくっていう。どんどんお客さん増えてんのに全然聞いてもらってない。もういいよ。こちらで受けます。ありがとうございます。よろしくです。じゃあ、いやそういうことじゃなくて、ね、ピカタ、はい、ピカタって何？ピカタっていうのは、はい、ちょっと待って、ピカタの前、ピカタの前なんかあったやろ。こいつが順番間違ってんの。せやポークチャップ。そうや、あんたがポークチャップやのに次ピカタですよねっていうメールを俺によこして、えらいことになったやろ。ポークチャップとピカタって似てるじゃないですか。似てへんわ。だから私はポークチャップのことをピカタだと思ってて、で朝ピカタですよねって言ったらポークチャップ、なんか、え、でも一周話乗りましたよ。いや乗ってへんわ。ポートピーぐらい、うん、ハンダクンしか追ってない。ハンダクンマルしか追ってない。同じこと言ってはるんですよ。ハンダクンだけ連れてきた。そこぐらいやっていう話。え、そ、同じこと言った。だからもうええわ、もうええわ。ピカタとポークチャップやった後次何やって？ピザ。ピザ。ハンダ君好きやな、うちらな。せや。ピザ。え、何が美味しかった？パスタ。え、あ、そう。パスタ。ピカタ。パスタ、ピカタ。ポークチャップ。プートピー。ピザ。ほんまや。ハンダ君ばっかりや。ちょっとほんなら梅なあかんね。今気づいたわ。あじゃねえ。また次回。いや、ちょっと待って、何？終わり？終わり？で、今日の説明とかしないんですか？あ、今日せっかくね、シーズン3の10回目。何やってるんですか、これ？シーズン3の10回目で、はい、騒がしいところで。うん。まあ、キリのええとこっていうことね。収録やから静かにしようかなって最初の時だけ。全くない、全くない。ほんまやな。うん。まあまあ話広がってる。違うわ。ちゃうね。今日は私が、はい、オーナー堀江が、はい、1年間やってました。毎週金曜日昼にやってました、はい、家でってカレー屋がありまして、はい、今日6月10日で最後、はい、最後なんですか、はい、来週から新堀江店。来週からは違う、新堀江店、カレー屋堀江店2っていうのが始まるので。マジですか？堀江始まらねえよ。だから始まらないです。間入れさせて、間入れてもいつかも。いやだからやらへん。続編、そう、伝説性みたいな。同じようなこと言う人いっぱいいんねんから、うん、ちゃうやるやろ。やらへんちね。
ほんまはやんやろ。やらへん。やらへんっていうのはやるってことやな。シンって新三国無双。そう、違う違う。カタカナでシン。違ううちなんだけど。違う。違うよ。マニアの人が入れてます。ので、はい、まあ、今日せっかく終わりなので、はい、せっかく終わりなので、せっかく終わりなので、シーズン3の10回目もちょうどいい感じなので、うん、今日ここで撮らせてもらおうかなと思って、はい、無理くりここに。それだけ。もうちょっとあるじゃないですか。なんで今日なんかっていうのは。なんでそこを広げようとするんだよ。広げんでええねんそこ。そこ広げるとこでしょ。なんやねん。何？さあそれでは皆様、今日は堀江さんのお誕生日です。そこ広げよう。歌うぞ。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアホリエさん。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。生誕祭らしくなった。生誕祭らしくなった。新ホリエおめでとう。来週からはカタカナで新堀江って書きます。第2形態じゃない。第2形態ということで、来週、来週って何？来週違う。来週か。来週か。ありがとうございました。ないですもん。はい。もう絵は撮ろうか。マジで。撮ったらいいんちゃうもん。思い出しながら。ね、はい。まあそんなこんなで、時系列おかしいという話も今出ましたけど、ね。10回目がね。はい、聞いてもらった通り、はい、あんな感じやったんで。はい。はい、あもうさっき聞いてもらったこれ。聞いてもらった。あの時ね、なんであんなにこう私話が乗ってないかというと、だいぶ酔ってたんですね。酔ってた上にまあまあ忙しそうやった。だいぶ酔っててそこで忙しかったんで、もう何のこっちゃようわからへんようになってて、であれ喋ってるんですけど、喋ってる間何人か待ってもらっててね、うん、料理を、うん、それがもう気が気でなくて、うん、ちゃんと喋れてないっていう部分も多分あったんかな。あれ、あの日は正味どういう日やったんですか。あの日はね、全体としてはなんかクソレストランは一部、ね、録音してもらったのは一部の時間ですけど、うん、全体としては、まあ、ホリエテっていうね、1年間やってきたこうカレー屋さん、毎週1回やってたカレー屋さんが、はい、もう終わるっていうので、うん、でまあホリエテに来ていただいた皆さんに感謝を込めてということで、うん、ホリエが出すもんは文句言わんと何でも食えよという日でした。その中の一部、はい、収録をね。そう。でもうね、作ってたんですけどね、俺が作るもんを文句言わんと食べてくださいよっていう回やってんけど、何々が食べたいとかあれ作ってとかっていうのがどんどん出てきましてですね、分かった分かった、とりあえず材料やるし作るわみたいな話で、それをね、3つもいつもまだ待ってもらった状態であの収録をしてまして、大変やった。あそこから、うん、はい、ぐったりやったもん、あの日。だってあの時点でもう10時間ぐらいやったはったでしょ。うん、だって朝8時から、ね、朝からやから、そうそうそうやね、そうやね、もう10時間、朝8時から開けて朝ごはん営業からやって、その時点から俺飲み出してるから、もうすで、うん、に。それでようあんだけ動きはりますね。うん、すごい動き続けてると大丈夫なもんやね。だから終わった後大変でしたか、うん、止まるともうね動けへんようになってしまって、うん、あの後帰るのがすごい大変やった。で帰ってきてからもう全部荷物何にも触らんと、もうそのまま昏倒して寝てしまったので、朝起きたらもう生もんがあかんようになってましたけど、うん
そんなこんなもありつつで、ね、たくさんもうあの日はほんまもうびっくりするぐらいたくさんの皆さんに来ていただいて、うん、はい、あのいろんなもんもいただいて、まだいろんなもんいただいた名残がまだまだあるけども、うん、それで日々の晩酌は済ましております、うん、はい、ありがとうございます。まあ、何の話したっけ、あの時。あの時はね、なんか豚バラの回を振り返ってましたね。そう、振り返っててんけど、大した振り返りも多分なくてなかったんや、あれな。なんかね、あの喋ってるんやけど身が入ってないというか、うん、気が乗ってないというかね。でもね、あの中やったらそうですよね。またほんでなんかね、これさ、斬新なことにさ、うん、その回の音声がここで流れたりせえへんの？今はない。今はないから。そう聞きながらこう副音声みたいな。今はいい。まあね、その時にそのお世話になってる人とか結構来てはってね、カウンターで目の前で飲んではるんですけど、まあ喋りにくい、喋りにくいも確かに、うん、なかなか大変な回でございましたけども、はい、まあまあね、1年やらせていただいたお礼なので頑張りました。堀江亭1年、うん、クソレストラン30回、うんうん、すごいね。すごいですね。30回か。30回ってすごいですね。まあ間なんやかんやで抜けてるにしても20何食は作ってるもんね。うん、いやすごいな。ねえ、20何回晩ご飯食べさせて。そうですねそうやな、20何回この3人で晩飯食ってる、うん、すごいですね。はあ、そうやそうやな、うん、とりあえず、うん、まあ、100はね、うん、まず目指して、うん、はい、そうや、次が終わったらだって40回やからね。40回、まあ、そんで次50半ば、まあ、50回目なんかちょっと大きいのやりたいな、うん、なんかちょっとイベント的なね、はい、どっか借りてきますか。夜中の大阪ドームとか借りますか。夜中、夜中やったらいけるかもな、うん、大阪ドーム借りて真ん中でこじっこじっこじっこみんな集まりましょうみたいな、なんかあのセカンドの後ろぐらいで、うん、でもあんま汚さんといけねえとかって言われて、うん、ちゃんと下引いてくださいねとか言われて、うんうん、みんなでものすごいブルーシートいっぱい持ってきて広げなあかんかもしれない、うん、なんかそういうのはできへんのかな。ちょっとなんか大きいところ屋外でなんかステージになってるとこないやんか。大きいところで丸山、丸山借りんの。あ、借りるのはでもそんなに高くないみたい。で丸山昼間やったら照明いらへんしな、うん、このさ、もうお客がいるかいいとか関係ないやろ、はい、そうや、うちらさん、俺らが丸山でやってる映画欲しいだけやろ、うん、であれでしょ、声を取る、声を取る、うん、丸山でやっててもやってんかっても一緒やっていうまあだから写真は撮ってもらってね。そうですね、こんなしてやりましたよって、はい、誰もいい日ん、客席に誰もいい日ん、ステージで3人がご飯作ってるんだけど、リハなんか本番なんか分からへん、リハの写真と本番の写真載せてもどっちがどっちか分からへんみたいなそしたらもう張りつつで、まあでもちょっと声かけて50人ぐらい来てくれはんちゃうかねえ、うん、来てもらおう、あの食べてもらえるということで、うん、来たら、来たら食べれる、来たら、来たら、うん、お食べいただけますよと。うちらの財力でどの辺ぐらいまで借りれるんやろう。何借りれるやろう。公共の施設はそんなに高くないよ ね。結構ね、なんかあの順番もあって行けるところがありますよね、うん、ただ気使えへんところが多いから、なるほど、ね、ああそこですね、電子レンジだけ使えたらいいんちゃう、うん、ああか冷たいものにする、作って持っていくだけ、はい、うん、冷たい、まあ、それこそ丼やったら、うん、できるよね。そうですよね、丸山もそうやね、ステージで火使ってよかったかどうかがちょっとわからない、うん、後ろの客席はあの消防の届けでなんとかなった、そうですよね、そう、横とかでもやったはった、客席でやろうかでステージから見てもらったらいい、置いてみたいなやつ、うん、でお客さんをステージから見ながら、ステージに椅子並べて、うん、ありかもなそれはそれでありかも、さすがやなっていう感じですね、うん、多分ね、そうきたかって、うん、
一番高いところにおいらがいて料理して、あのええちゃう、いやちょっとした、音響設備ぐらいで持っていくよ俺ね、うん、ほんまはそこの人ですもんね、そうや忘れがちですからみんなそれぞれ本職を思い出して、うん、音響をやりながら料理するやん、うん、じゃあじゃあ、なんかもっとないかな、なんかないかな、すごいとこ、すごいとこ、すごいとこで火じゃなくてなんかええのか、そうそう持って行って食べて録音してる、でも、うん、ここどこ、うん、すごいとこやけど音取ってるっていう、そう、うん、どこ、職場のああ屋外ステージで、屋外ステージか、大したことないな大したことないな日本橋の上上真ん中で、上っていうか下でもいいけど、うん、どっかおもろいとこがありたいな、そうですね、なんかナンバー19でとことかね、うん、ありはありやけどな、なんかちょっと言うたら貸してくれそうな気もするけど、うん、まあまあ ね、あの、あ、何なんか言うたらあかんこと言おうとした何え、イベントを組んでもらいましょうって誰に会社にまるっとイベントとして組んでもらうってこと、はい、はい、なんかよくあるじゃないです か、 なんか誰々が来ますみたいな企画持ち込んでね、うん、はい、そう企画書持ってかないよな、企画書、服装レストラン、トークショーとかトークショー、あートークショーね、3階行って、うん、空想レストランって誰やって空想レストラン、トークショーって書いてあって、はい、何か分からんけど来てしまった人でいっぱいになるっていうのはありやな、うんうん、ねえ、うん、まんまとみたいな、で来てしもって何か分からへんのに、何にもこっちに当たらへんのに、舞台の上の3人は黙々と何か食べながら喋ってるっていう、うん、でいつ始まんのみたいな、うん、不思議なイベントやなみたいな、えっちゃん、まあ、それはそれでありか、ありですねありかな、なんかでも変に金かかりそう、そうちょっとまあ変な金と変な気使いそう、うん、ちょっとまあ丸山考えようか、うん、はい、昼間に何もせんと借りるだけやったら何、そこへ、そこへね、ここへ、はい、頑張ってちょっとなんか、50回目には面白いことを、やっぱりレストランパクリやん、このまま全く同じデザインで、ああ俺とこいつで、うん、なるほどね、それはそれでありかな、なんか前の日かなんかに前の日かなんかに、ね、午前中にこれのなんかあのリハの時間のそうそう30分ぐらいちょっとちょうだい、ちょろっとちょうだいよ、変ちゃいます、なんでやねん、いやいやわ、それこそ俺なんか変な気使わなかい、はいはい、ということなんで、とりあえずはまああの若林豪を、はい、これちょっと違う若林豪の話は関係ない、これ今10回目の録音雑のそれを聞いてもらって締めようか思ってた若林豪は前の話、なんかもう時間がもうよう分かるな、分かるなってね、これもう一気に聞いてもらわないと多分何言うか分かんない、全部一緒に、うん、順番的にはこれの前に若林豪の話はしてるしてるから、はい、時系列はおかしく、はい、てます、そこは覆ってますねんけど、まああのそうややってる方としてはなんかよくわからないの、わからない、どの時間どこ今どこ、だからまあ30回目の、まあだってまた30回目の話をしてんやから、うん、50回目の話今からしてもね、うん、あれやから、うん、はい、とりあえずまあ次の40回目は皆さんで、はい、外で丼を食べるという企画も決まっておりますので、うんうん、それに向けて皆さん
準備をしていただいて、丼を焼いて、焼いて、はい、お箸を作って、していただいて、うん、であのご飯温かいまま持ってこれるようにしておいてください。はい。はい、まあ1回目聞いていただいて、いやこれやったら別にええわってなったら別にいいので。この丼やったら別にまあええわって言われたらね、最初にやるからね、いいんですけども多分食べたくなる、うん、多分食べたくなります。堀江親子丼ね、はい、堀江親子丼、ただの親子丼やと思ってもらったら困る。堀江さんの息子さんが来て一緒に喋るとかっていうじゃない、そういう意味じゃないですか、うん、多分あの声一緒やさかにどっちがどっちか分からない声だけ聞いてたら、てか俺に息子いるの、はい、はい、はい、ということなんで、はい、ね、30回目の低たらくを聞いていただきました。ありがとうございました。また、シーズン4からもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。食べたいものを食べるだけのラジオ番組。オーナーシェフ堀江のうんちく聞きながら、調理が終われば試食会、店長有事の進行にバイトの若林直子のハマらないおしゃべり、時にはイベントリアル空想レストランも、リアルか空想かどっちやねん、空想レストランで検索すれば YouTube で見つかります。